おはようございます。琴音です。お願いします。というわけで本日は琴音のモーニングルーティーン、イエーイ。はい、というわけで朝は基本的に、起きたらしばらくねベッドの中にいますね。もう朝起きた時のベッドの中の私です。基本的に見ての通り鼻が丸いんですよ。鼻が丸いんですよ。でベッドから上がった瞬間普通の、あら、でベッドから上がった瞬間に鼻が通常になるんですよ。これは、100万人に1人の逸材と言われる世にも珍しい人物ということでやらさせていただいてるんですけども、続いてまあベッドから上がったらだいたいソファーに座って携帯とかいじったりしてますね。もうね、結構私携帯依存症っていうんですかね、なんか極度の怠け者だと思うんですよ。多分ね、通常のその辺の人たちよりも怠け度は半端ないと思うんですよね。はい、ということで永遠にもう時間さえあればダラ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 、まあ、いわゆる俗に言うクズ人間ですね。はい、変わらたいと思います。はい、そして顔洗ったら化粧水つきます。朝はもうハトムギ化粧水でもうさっぱりで、首筋とかもマッサージしながら塗るっていうイメージでやってます。で化粧水塗り終わったら今度はハトムギの保湿ジェルを顔全体に塗っていきたいと思ってます。だいたいね、右ほっぺから塗って顔全体になじませていきます。そしたら歯磨きに移行します。で歯磨きも依存症なんでね、携帯いじりながらだいたいやってます。で多分私ガチャ目なので裸眼だと片目を閉じてじゃないと携帯見れないんですよ。なので眼鏡かけてだいたい携帯はいじってます。ぐじゅぐじゅペーします。ぐじゅぐじゅペーってさ、地方によって違うんかな、言い方。でいつもはるかはだいたいプロセカオから始まって一日スタートするみたいですね。あんまり朝ごはんは食べないんですけれども、この日はちょっと食べてみました。でお家に枝豆しかなかったので枝豆食べてます。でだいたいご飯食べるときは YouTube か映画をね Hulu で見てます。なんか最近さ、ネトフリ入ろうかめっちゃ迷ってて、ネトフリって結構量あるじゃん、面白いやつ。でもさ、月々ちょっとさ、なんかちょっとさ、千いくらとかするじゃん。で、なんか Hulu も入って、ネトフリも入って、で、Spotify も入ってるからさ、なんか、みたいな、どうしよう、ネトフリって感じ。今めっちゃ迷ってます。はい、やっと食べ終わりました。だいたい20分くらいして完食しました。そしたら化粧に移ります。安定のお得意の3秒コンタクトを入れ、すごくない？これ本当にね、自分でも誇りに思ってる。メイクポーチは3つ持ってます。でこれはメイクポーチの心臓部分、まあ、本体みたいな感じですね、これは。で、この銀色のやつはメイクポーチのなんかリップとかそっち系を入れてますね。あとマスカラとかなんか長細い系ので、これは外出するときとかに持っていく用のメイクポーチって感じですね。だけどダンスカバーするときやっぱ全部必要かなと思っちゃって、結局ね3つ持ってってんですよね、いつも。でも結局踊って通ったらはい次はい次みたいな感じで、もうあんま休憩時間とかほぼない形でやってるので、あんまねメイク直しとかしないんだよね結局。でも一応持っていってるって感じ。まず日焼け止めをね塗ります。こちらファンの方からいただいたイニスフリーの日焼け止めです。ありがとうございます。で日焼け止めも安定の右頬から左頬、そしておでこ、また左の頬、顎っていう順番に塗っていきます。
で、大体右手は人差し指と中指、左手は中指と薬指を使って顔全体になじませていきます。はい、そして化粧下地ファンデーションはこちらの、前にねご紹介させていただいたキアナパテ食品のを使っていきます。これも左右、あ、今度顎かいからのおでこからの全体か。そっかーそっかー、指は変わらず右手が人差し指、中指、薬指ですね。続いてパウダーファンデーションに移っていきたいと思います。これも前にご紹介させていただいたキアナパテ食品さんのパウダーですね。なんかさ、梅雨になると顔めっちゃテカらない、めっちゃ嫌いで、それが頑張ってパウダーしてるんですけど、でもテカるからもうねうざい。ファンの方からいただいたディオールのマキシマイザーで唇を干していきたいと思います。ぬり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 。アイシャドウはジュシさんのアイシャドウ、イエーイ。いやもう本当私は中国系のもの大好きなので本当に嬉しいです。でこれは 4×4 の16種類。前はアイラインペンシルでここ描いてたんですけど、アイシャドウで最近描いてます。目の下もアイラインはヒロインメイクさんの漆黒黒使ってます。これめっちゃね描きやすくて、あの太さもちょうどいいぐらいですね。大好きです。ビューラーは資生堂さんの使ってます。ビューラーやった後にマスカラを私はやっております。マスカラもヒロインメイクさんの天まで伸びるマスカラですね。でこれなんかあのコームがカーブなんですよ。だけど私はコームがまっすぐのヒロインメイクがやっぱ好きだなって思いました。なんかそっちの方がバサバサつく。このコーム系のタイプはどうなんだろう、私のまつげ的にはあんまりねナチュラルな感じだったのでバサバサいきたい。涙袋を描いて、眉毛も描いて、ノーズシャドウも描いていきます。影系のシャドウをちょっとなくなってしまったのでケイトのやつで代用しています。ハイライトもしっかり塗っていきます。だいたい顎と鼻とおでこ、そして頬にも塗っていきます。でリップはガブミーのリップ塗ってます。マジでね最近のお気に入りです。はい、メイクは完成しました。イエーイ。今から髪の毛やります。やばマジで寝癖っていうのこれ、もうもはやなんかすごい。だいたいセンター分けにします。180度にします。置いてる間にお着替え。はい、そしたらアイロンやります。アイロンの力強い。そしたらこれでちょっとなんか毛先の方を、もうないんだよね、毛先の方をしっとりさせます。で余ったので上をやってきます。まあ本当はもうちょっとつけてんだけど、まあこんぐらいとして、アホ毛フィクサー、ここのねアホ毛が目立つのでなじませます。うちのアホ毛は本当にね強いんですよ、こいつつわものなので。はい、ということでこれにて私のゴールデンはい、これにて私の GRWM が終了でございます。いかがでしたか？休日のモーニングルーティーンみたいな感じなので、はい、ということで、まあ基本的にインドアなのでね、特に出かける予定もないです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと SNS のフォローもお願いします。明日はまほちゃんのモーニングルーティンでございます。バイバーイ。